またの駅前で目撃。うん、有名人を目撃した感覚で、どこに行くんだろうなぁと目で追っていたら、はい、バス停に向かって行き、なんと夕方ラッシュ時の行列に、しかも前の方に、スーッと自然に入り込みました。<う>これぞミスディレイ。あんな使い方もあるんだなぁと思った出来事でした。黒岡様、さすがでございます。後ろの方に並ぶの嫌ですから。

来てますようんえー、この方、はいえー、クロレディネームって書いてある <laughs> クロレディネーム君はあそこだよ参加 <laughs> いただける何だ <laughs> どこだありがとうございます, <laughs> います先日フラッと入ったファーストフードのお店で偶然部活帰りの黒子様に遭遇髪が赤い大柄の男と談笑していました <laughs> <laughs> 正直黒子様の信者である私はそっと近くの席へ <laughs> すると最近の趣味について話す 黒子様の会話が聞こえてきてしまったんです最近ヤフー知恵袋の相談に適当にアドバイスするのが楽しみなんですよねバカンこれひどいねこれひどすぎますよ <laughs> <き> <laughs> これはひどすぎる <laughs> じわ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 くんな、ね、これだってこれ相談の人は <laughs> 相談する人は本気で相談するわけじゃないですかそう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 それを適当にアドバイスするわけですよね <laughs> これは黒いですこれは黒い でもさたまにあるよねこれ適当だろ絶対っていうようなのなかと書いてさしかもんか赤いハンコでベストアンサーっておっしゃってあるよたまにたまにあるうわ黒子すごいこんなこと趣味にされたらダメですよたまったもんじゃないですよそれでねコインをザクザクもらっていかれたらねたまったもんじゃないですよたまったもんじゃないですよこれはたまに見るけどねたまに参考になること書いてあるけどねいや これはひどいひどいけど癖になるさらにありますよはいさらにいきますよ行きましょうかえー、この方、はいえー、黒ラジネームプーヤンさんありがとうございますありがとうございます駅前で黒子様と待ち合わせはいすると向こうの方でしゃがみながらベビーカーの赤ちゃんをあやしている黒子様の姿しばらくするとこっちにやってきたので「赤ちゃん可愛かった?」と聞くと 黒子様が一言。三十点でした。お母さんは九十点でしたけど。<laughs> もうな<何>。<laughs> <ン> <laughs> これは、ってことは <laughs>。<laughs> これは。れお母さん目当てで。完全にも、赤ちゃんをあやしていたってこと、ね。はい、そう,うです。うわ、こわ。はい。 はいそういうことです怖すぎます赤ちゃんを道具にお母さんに近寄ってます、はい、<laughs> ひどいひどいですよこれはひどすぎますってひどいあんまりだこれ,これはあんまりだあんまりだこれはお母さん九十点ね結構高い <laughs> 90点結構高いめっちゃタイプだったんでしょ結構高いわ